走り出す街の中叩かれたいつものように感動を君に夢中なことに分けなんてないのにその試合があった次の日はいつもこうだもんな。まあ無理もないさ、桜木は。よう、昨日も退場したんだってな、桜木。相手の頭にダンクかましてから3試合連続退場か。やはり俺の見込んだ通りの男よ。間違いない、お前に向いているのは格闘技だ。どうだ桜木、今からでも間に合う。この青田と共に柔道を。いいかおめえら、よく覚えとけ。この天才桜木花道、必ずバスケ部を県大会優勝、いや全国制覇へ導いてみせる。全国制覇だ、桜木花道。今度のつくぶに勝てばベスト8か。そして次は決勝リーグ進出をかけて商用だ。しかし最後の夏に五代と対戦するなんて、これも何かの縁だな赤木。ああ、ん、あ、うん、小暮。なんだよ桜木、退場せずにルカワより得点できる方法を教えてくれメガネ君。そんなこと急に言われても苦しいよ桜木。ふん、ケチ。桜木、ゴリには内緒だぞこのこと。よ、お疲れさん。ラーメンでも食って帰ろうぜ花道。天才の俺が3試合連続退場で無得点、なぜだ。おい花道、ほんと参ったよ昨日は。あのバカタイガ。桜木の気持ちも分かってやれよ赤木。真剣なんだよあいつなりにさ。
だよ朝っぱらからまだ飯食ってねえんだぞ。せっかく俺たちが励ましてやろうと思ってんだからありがたく思えよ。花道らしく今まで通り派手にやってもらわないとつまんねえからな。目指せ連続退場&無得点記録。バカめ、天才に励ましなど必要ない。ましてやてめえらの俺たちじゃねえって。ほら、春子さん、きっと春子ちゃんもじっとしてられないほど嬉しいんだろうな。バスケ部が頑張ってっから。桜木くんは私が連れてきたんだから私の目に間違いないわ。頑張って。くそ、このままでは春子さんに合わせる顔がね。期待されてるのに、待てよ花道。どうだ、スクブの調子は。五大キャプテン、1年間このインターハイにかけてきたんだからな、必ず全国大会に行くつもりだ。おい、その前にうちと。生意気、遠慮はせんぞ赤城。とにかく俺たちは同じ北村中バスケ部出身なんだしさ、お互いいい試合をしようぜな。先週の試合見たよ。すごいな、お前のところのチームワークは。ただうちには一人問題児が。問題児ならうちにも超すごいのが。わざわざ敵に小北の恥をさらすようなことを言うな小暮。もう知らない奴はいないって。だが足の上塗りということもある。あの赤い頭と脳天ダンクで超有名人だ。だがこの問題児が筑部最大のキーポイントになる。試合で会おうぜ五代。必ず筑部を倒す。悪いが赤城、全国大会へ行くのは俺たちだ。あいつは人前で大口叩くようなやつじゃない。その五代があんなこと言うなんて。私遅刻するといけないから。あの可愛いモロタイプだ。へねえ、てめえハルコさんの前でいい格好するんじゃねえ。何、春子？春子さんっていうのか。おい見たか、花道の頭突きを食らってなんともねえやつなんて初めてだぜ。おめえこそ春子ちゃんの何なんだよ。おい、なれなれしく春子ちゃんなんて言い呼ぶな。俺の勝手だろうが。この桜木花道と春子さんはな、恋人同士だ。なれー。
てしまった。しかしいずれそうなるはず。桜木花道、ああてめえか湘北の能天短工男っていうのは。俺は筑部高校バスケ部1年南郷浩一郎。何筑部、ちょうどいいや、勝負だ赤頭。俺に勝負を挑むとはいい度胸だ、受けて立つぜ。よし、それじゃあ今度の試合で俺たちつくぶが勝ったらハルコちゃんをもらう、負けたら潔く諦めてやる、それで決まりだ。今まで女の子にモテたくてバスケやってきたけどいまいち成果が上がらなかったもんな。だが今度こそ絶好のチャンス、これで試合にもぎゅっとやる気が出るってもんだしな。何考えてんだこいつ、この天才桜木花道率いる湘北に勝てると思ってるのか。大丈夫かよ花道のやつ。あいつのシュート結構すごかったぜ。ハルコちゃんをかけてバスケで勝負か、こりゃ今度の試合が見ものだぞ。南郷、俺はこの天才バスケットマン桜木花道が倒す。おやー初臨集。明日も思いやられるな。お前のチートも入らんシュートなど誰も期待しとらん。何よ、お前のリバウンドには少し期待している。リバウンド、あ、リバウンドを制する者はゲームを制す。そうだ、バスケットの本場アメリカの NBA でも得点とは関係なく素晴らしいリバウンダーはスーパープレイヤーと称えられているんだ。ほう、得点はできなくてもリバウンドを取りまくる。今お前が考えるのはそれだけでいい。おい見ろよあれ、海南の巻だ。商用の花形藤間も来てるぞ。あそこに寮なんだ。4回戦やっちゅうのに結構入ってんな。魚住さん、みんな桜木さんを見に来てるんですよ。そろそろ桜木さんも実力を発揮する頃やし、楽しみやで。この試合はあいつらすっかり盛り上がってるな。初戦から100点ゲームで3連勝と勢いに乗る湘北を筑部がどう迎え撃つか、それに監督同士の対決も見ものね。川崎先輩、ついに大学時代の恩師安西先生と監督として初対決する気分はどう？久しぶりに会ったと思ったらいきなり取材かい？私この大会にはきっと大きな波乱があると睨んでるの。海南大附属に商用、そして陵南、この三強の一角を崩すとすれば未知数の力を持つ湘北か、去年ベスト8の実績を持つ古豪筑部。大学の4年間マネージャーをやってきたんだもの。バスケットを見る目には自信があるわ。早苗君もすっかりスポーツ記者らしくなったもんだ。先輩、もうすぐ試合が始まるのよ。どう今の心境は？もちろんワクワクしてるさ。すごい自信ね。俺は選手たちがバスケに夢中になっている姿を見るのが好きだ。それぞれの個性を持った選手たちが眩しいくらいにキラキラ輝いて、見ているこっちまでワクワクさせてくれる。そして勝てれば最高なんだけどな。川崎先輩らしいわ。
校対湘北高校の試合を始めます。さあ行くぞ。おう、気合入れてけ。おう、よし。なんだ桜木、てめえベンチじゃねえかよ。これじゃ勝負になんねえ。いや、もう春子さんはこの俺がもらったも同然ってわけか。親父、なんで俺をスタメンで使わねえんだ。出し惜しみすることはねえだろう。どうせすぐに退場するくせにスタメンなんて100年早いのよ。早くさ、桜木、指でも加えて俺の大活躍を見てるんだな。君、ちゃんとセンターサークルに立ちなさい。こんな奴がセンターか、つくぶは。相手にあれで1年か。あの15番南郷、どいた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 。止めるな小僧。早い。なんてうまいドリブルとパスだ。リョータとルカーが簡単に抜かれた。つくぶは小柄な選手が多いけど、スピードと息の合ったパスワークが素晴らしいわ。まあ、いいチームですね。安西先生。奥さん、安西先生、ご無沙汰しています。ああ。お久しぶりね、川崎くん。あら、いけない、もう川崎くんじゃなくて川崎監督だったわね。やっと今年で3年目。まだまだ新米ですよ。川崎くん、君はきっといい監督になれます。安西先生。監督、いつまで道草食ってんすか。置いてくぞ。では失礼します。おい、ちょっと待て。完全につくぶペースね。湘北はあの派手なつくぶのセンターに気を取られていると5台のスリーポイントの餌食になるだけだからといってあの15番を無視できないし、なんとかつくぶのペースを崩さないと。桜木君、メンバーチェンジ。南郷、てめえは俺がぶっ倒す。お前の役目は分かっているな、桜木。天才桜木花道に対してゴリのやつ偉そうに何度も言わなくたって分かってら。リバウンドを制する者はゲームを制すだろう。桜木、南郷光一郎、ただいま絶好調。春子ちゃん、この試合が終わったら君を迎えに行くから楽しみに待っててくれ。さっきからあの人、春子春子って知ってる人。よっしゃー、そこら俺が止める。ルカ来い。ルカー、今のは俺が取ったボールだからな。いい気になんなよルカ。ルカはてめえ、生意気ね。ドアホンが2人。バカはこっちだ。いや、明らかにこっちだ。やっと目を覚ましたか、ルカワも。やっぱりこんな時頼りになるのはルカワだな。魚住さん、
筑部のワンサイドゲームになるところをルカー君がきっかけになってなんとか踏ん張りましたね。しかし5台のスリーポイントを防がない限り湘北の苦戦に変わりはない。前半終わって2桁リードは大きいな。そうだ、いけるぞこの試合。おう、ただし油断は禁物だ。赤城に宮城、三井の力はまだまだあんなもんじゃない。そしてルカワだ。ええ、あのスピードとテクニック、スーパールーキーという前評判通りのやつですね。ちょっと待った、もう一人、いや真のスーパールーキーを忘れちゃいませんかってんだ。ルカワなんざ目じゃねえ、この俺が叩き潰してやる。ましてや桜木ごときに。やけに気合が入ってるな今日の南郷。練習でもサボることしか考えてないお前が頑張るときって、さてはまた女の子に惚れたな。で結局振られて元に戻っちまうのがいつものパターンなんですよね。今度は違いますよ、今度はバッチリっすよ。この男が真剣にバスケットに取り組めばどれほどの選手になるか、南郷にとっても大事な大会だぞ。よし、後半もこの調子でいこう。おう、三井、お前は五台のチェックを厳しく、奴のスリーポイントを何としても止めてくれ。あの一年坊主のセンターをどうする。俺が止める。そして桜木、お前はリバウンドを取ることだけを考えていろ。いいな。たけえ、リバウンドリバウンドって耳にタコができる。よし、この試合絶対に勝つぞ。ああ、なるほど、前半のようにはいかないってわけか。しまった、来週五台。後半に入っても豊富な運動量を誇る筑部に少しも衰えは見えない。どうしたのみんな。よし、一本決めるぞ。このやつ、あんなこと言うけど俺がリバウンドを取ってもルカワにいい格好させるだけじゃねえか。しかもあの南郷の野郎だって得点してるっていうのによ。やはりここは一発、あれで決めるしかねえ。よっしゃ、なんてジャンプ力だ。決めてやる。オフェンスチャージング。いかん、待ってました。花道大通り。花道、おめえダンク狙ってんな。ドキン。何度言ったらわかるんだこのバカだれが。貴様にはほどほど愛想がつきと。ゴリ桜木、スリーポイントシューターにとってゴール下に相手の強力なリバウンダーがいることほど嫌なものはねえ。お前がリバウンドを取ることが五台のスリーポイントを封じる決め手にもなるんだ。ミッチー、どうわあたったったってねえ。勝つ気がねえならとっととコートから出て行きやがれ。おのれルカワ。勝つ気がねえならだと、ふざけんな。この試合は絶対勝たなきゃなんねえんだよ。オーケー、俺がもらった。やれ桜木。戻れ、戻るんだ。あ、早い、もう走っている。両親。お、リバウンド。
やはり高さだな。パス回していく。さあいつでも来やがれ。取って取って取りまくってやる。止めろ。やったやった。おお、湘北の反撃が始まったで。バーガー、そんなボールが取れるかってんだよ。桜木、諦めるな。しゃあ一本決めるぞ。ナイスポイント桜木。よーし、ゴール下は俺がせいぜい。桜木、勝つのは俺だ。このメッシュだるめ。桜木の18番クンフンディフェンス乗ってきたわね。桜木花道、鮮やかやで。さすが元祖スリーポイントシューター三井さん。試合の流れが変わりつつある。それにしても、つくぶにとってあの赤い髪、10番のリバウンドは脅威だな。リバウンド！あの10番また取った！以上、赤い髪！すごい！すごいすごい！さすがに来る！なんとかしないと。なんとか。ルカオメ、しかし気にしない気にしない。所詮この天才のおこぼれで得点しているに過ぎんのだ。この辺の余裕が君のような一般庶民と違うんだよ、メッシュザル。うるさくやり。チャージのタイムアウト、スクブ。あっという間に追いついたぞ、湘北は。スクブのスリーポイントは完全に封じられた。湘北は10番桜木の動きが良くなってきた。赤木に加えて桜木、この2人にゴール下を支配されては高さのないつくぶは苦しいわ。そう、完全にリードしたと思ってたのに。あの10番のリバウンドでルカーと三井の得点力がさらに増してきているぞ。まだ同点じゃないか。試合はこれからだ。はい。赤木一人なら南郷で十分対抗できると思っていたが、あの10番の存在は最大の誤算だった。よし、このままガンガン攻めるぞ。あ、絶好調ね、桜木花道。当たり前っすよ、綾子さん。張り切るのはいいけど、ファールには気をつけろよ、花道。退場ばかりじゃみっともねえからな。両親、しかしファールを気にしてたら桜木の持ち味がなくなるし。はあ、さすがメガネ君、いいこと言うね。大体がファールとファインプレーって紙一重なんでしょう。退場が怖くてバスケができるかってんだ。バカだれ、退場だけは絶対にいかん。湘北の驚異的な粘りにあって選手たちは想像以上に疲れている。しかも完全に制空権を奪われては。お前たちは本当によくやっている。さあ残り時間も頑張っていい試合をしようじゃないか。いい試合をするだけじゃダメなんだ。絶対に勝たなきゃ。先生、なぜ俺たちに勝てと言ってくれないんですか。どんな時でも決して希望を捨てるなと教えてくれたのは先生じゃないですか。俺たち3年にとって最後のこの夏、必ず先生と一緒に全国に行ってみせます。そうだ五代、諦めたらそこで全てが終わる。当然っすよ。よっしゃ、当然スクブが勝つ。よし行こう。おう、ハルコさん。うりゃー、この試合は絶対勝つ。キャプテン、パスパスパス。
ミッチはっあこらせっかく俺が取ったボールを横取りしやがってこれで四つ目あと一つで退場だぞ桜井待ってらい、はあ、付き合ってらんねもう一度つくぶペースに流れを変えるためにはこの一本が鍵になる絶対に決めてみせるぞ赤木俺には赤木のような恵まれた体も素質もなかった筑部に入っても波以下の選手でしかなかった俺はバスケをやめようとさえ思った川崎先生五代お前は誰にもない柔らかなシュートフォームを持っているそいつを生かしてみないかその日から俺は必死でスリーポイントシュートの練習に取り組んだ可能性がある限り決して希望を捨ててはいけない諦めたら全てがそこで終わる大学時代にバスケを教わった俺の恩師の言葉だ俺は必ずこのスリーポイントシュートをものにし川崎先生を全国大会に連れて行くと誓った花道おい寝るな起きろわざとじゃないこいつは大げさに倒れてるだけだ4番手を挙げてこれぐらいでインテンショナルなんか取られてたまるかやめろ五代どこ見てるんだ審判五代さん待て五代退場退場俺が五代五代大丈夫か花道ああどうってことないぜこんなかすり傷筑部のキャプテンが退場ディスクオリファイイングファールよスポーツマンらしくないひどく悪質な反則として直ちに退場になるの五代キャプテンキ五代の分までやるぞ、うん、負けてたまるか行け勝負はこれからだ！ウォリアー！そうだ！諦めるな！
まず一本決めろ。じっくり攻めていけ。パスを回していけ。そうだ、焦るな南郷、ポジションを取れ。一本決めろ。一本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 一桜木、退場するということがどういうことかよーく見ておけ。闘志を燃やすという意味を決して履き違えるな。バスケはそんな甘いもんじゃねえ。退場などどんな理由があろうと許されんのだ。ましてチームにとって必要な選手ならなおさらな。よし、絶対に退場しねえ。そんでもってリバウンドを取りまくってやる。ひょっとしたらあの10番とんでもないことやらかすかも。えらいこっちゃ。どうした彦一。これ見てください。今桜木さんのリバウンドが22本、県大会の1試合でのリバウンド記録が22本。つまり今桜木さんはタイ記録、あと1本でリバウンドの新記録達成なんですよ。あと1本でリバウンドの新記録だって。上北のあの赤い髪が新記録。任せてください、春子さん。この天才桜木花道が新記録を樹立する歴史的瞬間をお見せしようじゃありませんか。花道くん万歳。やれやれ。あと一つ、あと一つ。いいぞ花道、あと一つでリバウンドの新記録だからな。違う違う、あとファウル一つで退場だ。あのな、お前ら。あナッシュ、ルカ。よし、ルカはてめえ、俺の新記録を邪魔するつもりだな。受け取れ。リバウンドを制する者はゲームを制す。桜木さん、新記録達成や。やった、取ったぞ。桜木くん、すっごい。やってやったー、桜木。チャージング赤10番退場。あんなに期待させといて。ファールで今のリバウンドはノーカウントだ。新記録は消えた。やったー、4試合連続退場。さすが花道、期待通り。ま、前人未到の大記録を達成したのは違いないよな。またやってもうた。まがざるが、あれほど忠告しておいただろうが。ドア、
湘北の強さは本物だわ。ハルコさんに合わせる顔がない。何しょんぼりしてるのよ桜木花道、あの声が聞こえないの？よかったぞ湘北の桜木、大記録は立派だぞ。